でちゃん、はい、なでちゃん、ただのなでなでだよ。いいね、なでちゃん、なでなでされていいね。なでなでだよ、なでなで。なでなでいいね、なでちゃん。ちょっと違和感感じてるよね。顔つきが普段と違うね。にゃんこはね、なんかしんないけど、さあ、ね、ハンモックの上で、うん、洗濯ネットはまあまあ難しいところがあるね。ここに詰めちゃう、はいはい、もうここに降りられないようにする。一旦はね、このままやってみようと思う。ちょっとネットをください。ちょっと待って、ここね、あ、降りた。逆さまの方があるのかな。降りましたので、ハンモックを取ります、うん、あ、これ逆さまになってるね。あ、下まで行っちゃったね。よいしょ、よいしょ、はい、3階をこれでブロックします。こうやって見えてれば開かないね。うん、はい、大ごとになっていますが、こんな感じで、2階と3階を封鎖いたしました。はい、大丈夫だよ。はい、ここから逃げる道を今探ってますね。これも取っか、ね、こうやって、はい、はい、はい、大丈夫よ、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。おお、登れるんですね。登れるんですね。ほら、あ、あんなとこ登ってます。すごいです、アンズさん。アンズちゃん、あ、あ、落ちるよ、落ちるよ、落ちるよ、よいしょ、落ちた、落ちた、あ、完全にパニックになっちゃったね。はい、大丈夫よ。はい、すごい、はい、あちゃんくんまで泣いてる。ポンちゃん、はいはい、大丈夫よ。はいはい、はい、あちゃんくんが見に来たよ。この状態でフィルムと落ちるね。はい、落ちてもいいように、このクッションをこっちに置いとく。はい、落とすか。うん、よいしょ、はいはい、大丈夫、大丈夫。アンジュちゃん、アンジュちゃん、濃くないよ、ちょっとチクってなるだけだよ、アンズちゃん。あ、残った、残った。アンジュちゃん、はいはい、アンズちゃん、はいはい、あ、片手じゃ無理だね。アンズちゃん、身軽だね、アンズちゃん。はい、なんか、シオンくんとかポン、あれよりすごいね。身長があと20センチです。はい、はい、はい、アンディして。はい、はい、はい。はい、はい。だ。大丈夫？爪が切れた。よいしょ。よいしょ。あ、私、ここからやろうか。手が。じゃあ、はい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 、これ逆さまになっちゃう。逆さでいいの、いいの、逆さでくるんで逆向ける。はいはい、いかだね。顔、顔、もうちょっとこっちをね。はいはい、いかだね、じゃん。あ、ね、アンジュちゃんすごいね、顔、はい、顔、顔、アンジュちゃん可愛いよ、顔ね。
カンジちゃん可愛いお顔だからね。やちけやね。はい、いかだね。はいはい、いかだね。こっちを押さえて。はいはい。はい、お手手入れようね。はい、お手手入れようね。はい、いかだね。はい、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ここで閉めちゃおうか。はいはい、いかだね、アンズちゃん。いかだね。よいしょ、よいしょ。はい、閉めます。はい。そうだね、アンズちゃん。はい、そうですね。閉まった？うん、閉まった。はい。はい、大丈夫よ、アンズちゃん。どっち側向いてんの？こうか。アンズちゃん、いい感じ。ついてた？はい。はい。入りました。なんとか入りました。あとはちょっとくるんで、くるくして、うん。そうだね。ふぅ。これか。あと。はい。心配して集まってくれました。はい。しかもジャックのね、ケージのところにロックをやって、うん、助けようとしてたね。うん。はい、病院に到着しました。頭どっちかな？はい、アンズちゃん。大丈夫だからね。暴れないでくれる？アンズちゃん。こっちかな。恐怖だから柔らかいものがあったらいいかも。頭隠してあげようか。はいはいはい、おめでとう。はいじゃね。はい、診察台の上でネットのまま診察してもらってます。そして体 重、まあ、体重は 3.96。 はい、ちょっと逃げたい感じだったね。これがさ、ちょっと大きいのでこの中で移動できちゃうんですよね。そうだね。さあ帰り着きますよ。できたよ。ジャン君とポンちゃん待ってるよ。ケージに戻ったらどんな顔するかね。ケージに戻す？ああ、そのまま出してもいいのか。うん。でも逃げ込まないかな。キャリーをさ、廊下にあるキャリーをさ、あら、ポンちゃん。ポンちゃん、ケージの中に入ってます。はい、じゃあ開けるよ。はい、アンズちゃん、もうこの状態で開けるからね。はい、どうぞ。アンズちゃん、どうぞ。いいよ。出さないとわかんないかな。こっちだよ。自分で出ていいですよ。ポンちゃん、そこ好きなの？怖い？手を開けてもらう？はい、じゃあ出す。ちょっと閉じるよ。はい、じゃあそっとね。はい、はい。はい、見てください。うん。はい、はい。はい、出てください。はい。やりかさん。おー、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫。お家だよ。アンズちゃん、お家だよ。大丈夫だよ。はい。ああ、行っちゃったね。場所分かってんじゃん。なんかね、あそこにキャリーが入ってたら行きにくいかなとも思ったんだけど。ポンちゃん、ポンちゃんじゃんくん。ちょっと籠城してもいいよ。ポンちゃん、こんなとこで寝ています。ぽんちゃん、そこでいい感じ？アンズちゃんのベッドだよ。ぽんちゃん、前もさ、誰もいないときね、ここに入ったんだよ。うん。そこ好きなの？
そう、前にね、なんかね、ちょっとだけクンクンして、こう、なんか検査してる感じになってて、で、その後、3階に行って、ベッドで寝たのね。ぽっちゃん。ぽっちゃん。ぽっちゃん、ぽっちゃん。じゃねアンズちゃんは例の場所にお隠れ遊ばしました。そしてマオイママがこの辺にご飯を用意しています。それ朝ごはんじゃなくてご飯だったら、うん、チュールとかしてるかな、匂いの立つやつ、ね、はい、あまりにも出てこないようだったらジャン君にお願いしたいと思います。ではジャン君、後でよろしくね。ね。はい。アンズちゃんが出てきました。また戻っちゃうな。いいよ、ここにいて。ちょっと怒っちゃった？今チュールを舐めてたっぽいんだけど、どうぞ。そうだね。